はい、皆様こんにちは。今回は、道具説明の3回目ということでミシン道具について説明をしていきたいと思います。ちょっと私の家にですね、学校で使用している形と同じタイプのミシンがないもので、糸のセットの仕方までちょっと説明がしきれないんですけれども、これは工業用の本気のミシンですね。ちょっとこれを使って同じ要領で縫うことはできますので、ちょっと試し縫いなどもしてみたいなと思います。で、ミシンを動かすために必要な道具類をまず説明をしていきたいと思います。まずはじめにミシン糸ですね。こういう感じで教材に入っていたかと思います。60番手と30番手と90番手と一応糸の太さがありますよという説明はしたかと思います。糸についての説明は結構もうちょっと詳しく必要だなと思いまして、別の動画に糸についてっていう動画を上げてありますので、時間があるときにそちらも見てもらえると、洋服を作る際にどういう種類の糸が必要なのかっていうのが分かるかと思いますので、参考に見てもらえればと思います。今回は、60番手の糸を使用します。それから、ミシン針、こういう、針になってます。家庭用のミシンを使っている人はこのミシン針手にしたことある人もいると思うんですが、家庭用のミシンの針っていうのは分かりますかね。上から見た時にこちら側が平らになっているんだけど見えますかね。これ平針と言いまして、ここがですね平らな面になっているんですね。ですのでミシンにセットする際にもう針がセットされる向きっていうのが決まっているんです。なので刺さるところで刺してもらえれば正しい向きで針がセットできるんですけれども、工業用の針っていうのは丸針って言いまして、先ほどみたいにこう平らな面の箇所がないんですね。全部丸い状態なのでどのような向きでもセットできてしまう、良くも悪くも。なので正しい向きでセットするっていうのが必要になってきます。でこれも授業で話してましたけど、どうやったらいい、これで見ますか。今こちらは欠けてる、ちょっと欠けていて、こっちは欠けてないんですけれども、触ると分かりやすいんですが、分かる、ここくるっと針穴があってちょっと回すとこういう風にね、でちょっと画面では見づらいんですが、今この右側がちょっと欠けてる側、こっちは欠けてない側になってます。でこのへこみがある方を右にしてセットするっていう向きが正しい向きになって、針穴が必ず真横を向いた状態でセットされています。はい、次に、ボビンとボビンケースです。これがボビンですね。それからこちらがボビンケースになります。でこのボビンとボビンケースも家庭用のミシンとはちょっと形といいますか仕様が違ってますので併用することができませんから気をつけてください。でこのボビンに、この糸をですね巻きつけて、こちらを上糸、ボビンの方を下糸として使用をしていきます。それから押さえ金とネジ、押さえ金は、普通押さえという押さえ金を使用しますと、セットするためのネジですね。押さえ金っていうのはいくつか種類があって、多分教材にはこういう、テフロン押さえっていう押さえ金と、それからこういう片押さえっていう押さえ金も入っていたかと思います。普通押さえは結構一般的に一番多く使用する押さえ金なので、普段セットするときにはこの押さえ金を使用します。例えばビニールとか合皮みたいに滑りが悪い生地を縫う時にはこのテフロン押さえというものを使います。白い部分がテフロン加工されていて非常に滑りが良くなりますから、ビニールみたいな滑らない生地でも、比較的縫いやすくなるというものです。でこの片押さえっていうものは、見てわかる通り片側しか押さえる場所がありませんので、ファスナーとかを縫う時にファスナーの虫を避けながら縫うというような時に使います。あとは、コンシールファスナー押さえっていう押さえ金があるんですけれども、コンシールファスナーを縫う時の専用の押さえ金としてこういったタイプのものもあります。
どの種類の押さえ金も、このネジ共通で使用しますのでなくさないように管理をしてください。それから、ステッチ定規、これはなくてもミシンを動かすことは可能です。ただあった方が、正しい幅で正確に縫うことができるということで、押さえ金と一緒にこのステッチ定規もミシンにセットして幅を測りながら縫うという作業の時に使用します。そして、最後にドライバーですね、はい。今説明したこの押さえ金を留めるネジですとか、針を押さえるネジとかですね、さまざまなネジを最後に締める必要があります。で、手できつく締めるだけだとやはりもう、足りないということで、必ず最後にこのドライバーでギュッときつくネジを締めてください、はい。まとめますとですね、ミシンの道具、このミシン糸、それからミシンの針、それからボビンとボビンケース、押さえ金とネジ、それからドライバー、あとまああったらいいよということでこのステッチ定規です。ちなみにこの針と押さえ金、それからこのボビンとボビンケース、これらは、工業用ミシン専用の押さえ金もしくは針もしくはボビンケースボビンになりますので、家庭用のミシンと併用はできません。ですので、もしも家に家庭用ミシンがあって、こういったものがね、道具があるっていう場合であっても、学校のミシンでは使用することができませんので注意をしてください。ちなみに例えば針が折れてしまって、予備がなくなってしまった場合とか、万が一ボビンケースどこかに置き忘れてしまって紛失してしまった場合などは、その際には買ってくる感じになります。注意してほしいのは、家庭用とそれから工業用っていう2タイプがありますので、必ず工業用って書いてある、ボビンとかボビンケースもしくは針などを買う必要がありますから、そのあたりは注意をしてください。糸は別に同じなので、家庭用でも工業用でもどちらでも併用は可能です。はい、以上になります。ではですね、ちょっとせっかくなので試しに何か縫ってみたいなって思います。これが先ほどの、ステッチ定規ですね。ネジを緩めてこのようにスライドさせて幅を測ることが可能です。おそらくミシンの手元にもこのように目盛りのプレートがついていて、1っていうのは1センチ、多分学校の重機は10って書いてると思います。10ミリのことですね。10ミリとか15ミリとか20ミリとか、学校のミシンには多分5ミリと7ミリっていう数字も表記されているかと思います。この針が降りる針穴の場所、縫うところからの幅になりますので、この針が降りる穴の位置から1センチのところ、 1.5 センチのところっていう意味になります。洋服を縫っていく場合は幅を測りながら縫うっていうことが結構一般的になってくるので、正しい幅で縫っていくっていうことが結構重要になってきます。なので例えば縫い代が1センチついている洋服の場合には、メモリをこれ1のところに合わせて、そうするとここにですね、仕切りが壁ができますから、生地と生地を縫い合わせるときにはこんな感じで、生地端を揃えて、必要ならばシルクピンで固定して、それで縫っていきます。で、押さえを上げて、押さえを上げたら生地をセットして、針をまず刺してしまってから押さえを下ろして、それで縫っていきます。で、初めは、返し縫いをして、このようにトンボに合わせて生地端を揃えていけば、同じ幅で常にずっと縫っていくことができると。で、縫い終わりのところではまた返し縫いをして、それで糸を切ります。そうすると、こんな風に縫っているという感じですね。トンボに合わせて縫っていってますので、同じ幅でずっとまっすぐ縫うことができています。裏は下糸ですね。今色を変えてみたので、下糸は、
裏側の糸、上糸は表側の糸の縫い目になってます。で洋服の場合とかは、まあ、表側を内側にして縫い代を縫い合わせた後に、まあ、表に返して、まあ、服とかいろいろなものを作っていくっていうような流れになります、はい、ということで、ミシンを使用するときには先ほど挙げた道具類を使用してミシンを使っていってください。最後に注意点なんですけども、結構初めのうちはこのように押さえ金を上げたまま、生地をセットしたらですね、このまま踏んで縫っていっちゃう人がいるんですね。で進みが悪いのでもっと踏むと、糸が絡まってしまってミシンが故障するってことが結構あります。なので手順としてはまず、生地を押さえ金の下に引いたら、針を刺して、それから押さえを下げて、そして最初2目ほど、1,2,3 とか、その後で返し縫いをして縫っていく。でずーっと縫ってきて、縫い終わりの時にはまた返し縫いをして、その後ハサミボタンを押すと縫い切れます。で押さえ金を上げて生地を取ると。あとはですね、試し縫いをするときにいきなり踏み込んでしまうと、例えば針がちゃんとセットされていなかったとか、押さえがちゃんとセットされてなかったとか、糸掛けがちょっと間違っていたとかですね、何か間違っていた場合にミシンが故障してしまう恐れがありますので、試し縫いのときには勢いよく踏み込むのではなくて、ちょっとゆっくりめで様子を見ながら試し縫いをしてみることをおすすめします。慣れればとても使いやすい道具になりますので、頑張って使ってみてください。はい、今日は以上になります。